皆さんこんにちは。こんにちは。クレイアンドアイの滝口です。わーです。さあということで今回は焼きそば。いや、やってまいりました、はい、こちらも大好物でございますね。ちょっとさすがにこのペヤングはですね、ちょっと分かりやすすぎちゃうかなと。ペタマックスも食ってますし、いろいろ食べてるんで、自信ありということで、はい、もう、はい、ペヤング分かっちゃうんで、はい、今回ちょっとこれを外させていただいて、丸岡食品さんの紹介のみになります。今回はですね、一平ちゃん、はい、ファミリーマートさんのファミマルのこのソース焼きそば UFO ですね。なるほど。この3つでちょっとやらせていただければと思います。はい、はい、マヨネーズ的なものはもう一切なしなしで、ペヤングより UFO の方がよく目にしてたし食べてますね。うん、はい、あ、そうなんだ。完全な UFO 女ということで、はい、UFO 女ですね。UFO 女なので自信ありです。はいはいはい、はい、ということでございまして、はい、はい、早速作ってまいりたいと思いますので、山本さんよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。まずはじゃあ A からいきますか。こちらの焼きそばからいきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいですね。美味しいですか。はい、特徴はどんな感じ。あのソース自体はそんなにガツンと濃いわけではない。おー。なんですけど塩分自体は多分ちょっと強めかなって思います。おー。いただきます。美味しい。美味しい。わかっちゃいました。ザ。わかっちゃいました。ザです。あ、ザ。はい、おー、なるほど。ザです。特徴としてはやっぱ麺じゃないですかね。はい、あ、ブリンブリンの麺じゃないですか。ブリンブリンの。うん、歯応えが全然違うという。はいはい。ソースの濃厚さ。なるほど。ちょっと顔芸をやってほしいんだけど。じゃあ最後 C ですね。はい。C。確かに。うん。全然違いますね。美味しい。これはこれで美味しいです。全然違いますね。何が違うの？ソースが少し甘い、うん、A スパイス、C 甘いみたいな感じです。よし。じゃあちょっと答え合わせをしていきましょう。そうですね。はい、ではまず A の焼きそばですね。はい、はい、せーの、一平ちゃん。え、やった。すごい。3人とも一平ちゃんでしたね。じゃあ続いて B、はい、いきましょうか。せーの、 UFO。 あー、これがもう完全に、ハモるのが嬉しい。はい、はい、まあ、C は自動的に、最後は C が自動的に、もうこうファミリーマートさんのソース焼きそば、はい、ファミマルのソース焼きそばということになります、ね、はい。まあ、でもあれですよね、一番分かりやすいと B でしたよね。あ、まあ B 分かりやすいのは、じゃあ B ですね。ちょっとじゃあ B から、あ、 B から、あ、 B からいきます。あ、 OK です、 B から。はい、じゃあ B の焼きそばは何でしょう。UFO です。あ、ここですよね。ここはまあまあまあ、まあ、ここはね、当然の、はい、当然ですよ。もう全然違いますよ、麺が全然違うの。全然違いますもんね、本当に。 A の焼きそばは何でしょうか。ファミリーマートです。そうです。マジっすか。ああ、そうですか。それは驚きですね。いや、あの C の方がちょっとマヨネーズ欲しいなと思いませんでした。うん、うん、それはでも思いましたよ。なんかもうちょっとこう、もう一丁みたいな。はい、もう一丁。もう一丁はちょっと分かんないですけど。はい、ね、カメラ外で村松さんが一心不乱にあのめっちゃ食ってますけど。まあ、でも楽しかったですね。まあ楽しいです、まあ、美味しいですからね、はい、全部本当に。はい、じゃあこの動画がいいと思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いや、外れるか、これ一平ちゃんか。マジか、やめますね。